ついゴルフ場マナー守らんの。あやべ。いやどうダフったな今また。直し。ま、俺か。あれあれなんか悪いか。やばもったいな。三だね。自腹たちの誰に。タバコでも同じペースに。安いとこ来るとそういう客がねどうしても増える。若い子じゃない？おじさんはしないよそれ。ゴルフは愛してる。若いやつ。こうなに？ロング？いやいや。そう。あ、じゃあ見る見る。ああ。に。まあまあもうまっすぐ広い畑の感じ。フルベース。それ以外やることなし。なし。なし。やっちゃってる。オーマイガー。バンカーが結構何に聞いたらいいやと思う。あ、そういうこと？耳が刺さってることに。これ何点か欲しい。くるくるくるスタート。どんな競技や。いいタイム。いやー、また出るな。この間も出たな、最終ホールでな。左テンプ。テンプラって普通、まっすぐ行くの。ちょっともうあの木ギリギリらへん行ってスライスする感じや。っていう話をしてたらきっと思いっきり左手の可能性。はい、右セーフセーフ。あ、全然セーフ。これはめっちゃ飛ぶ。うわ危な。右奥 OB 手前まで行ったら狭いというか距離そんなないんやな。はい、ナイスショー。さあ、打ち直しの響きを。あそこがプレーホーですね、いわゆる。おー、ナイス。ちょっと右行ったけど。バンカー手前。オッケー。そして、アンダーザーチェリーツリー。おっとおっとオッケーオッケー。フェアウェイフェアウェイ。ああ、左足下がり左足下がり。ちょっとだけ右足寄りに、もうほんまちょっとだけ。右出るか、右足寄りにしたら。まあでも、ああ距離はたくさん。くそー、結局ヤジと一緒か、結果はな。ファイブオンってことだよね。ここで差をつけたかったのに。そうですよね。ま、ナイスタッチ。おー、いいね。まあ、なんとかダボで抑えれそうな距離になりました。取り行きそうな。そうだね。何倍です。2本かな。難しいライン。すると2人は取れる。
まい。やっぱ切れるよね。うおー、来い。あー、取りだ。オッケー。たまらんね。一生入らない。今がここで止まったら惜しいって言うんだけど、あれはもう死んでも入れへん。プロラインに乗せないと。うん、同じく。アマライン。アマライン。これがプロラインっていうのを見せたのか、お前らに。ほら。お願いします。これがプロラインやっちゅうの。もう触るぐらいに。うん、アマライン、プロラインで外しました。こっちにフックしてるから下から切れるのはもうどうしようもないね。なるほど。で、上は行きようがないですもん、ね。うん、上はありと。はい、トリプルですけどね。アマチュアが何か言うとりますけども、トックレックもすんごい打ち上げ、映像ではそんな分かんないんだよね。これ左は あっこまでどれぐらいなの。ナイスショー。これは帰ってくるな。大丈夫です。ちょっと軽く手が入る。ああ、いい。ああ、もう行ってる。大丈夫か？俺か。ですね。前が前。はい。これむずいな。どこ狙って左を狙うことはまあ間違いないよな。そう、いや、そうか。右。キノコ行った方が。あ、でも、うん、あの丘さえ越えてしまえば見えるんか。はい。おそらく。まあ、だから。いつの時も旗狙いってことや。そうですね、吹き流しは目印です。何や言うても旗狙い。もうピンポイントで吹き流していけんの。そうですか。ルーティンに書いてみました。旗を狙いということはここ。旗を狙いということはここです。入ってこい。大丈夫かも、こっちだったら落ちそう。奥に、あ、転がってきた、出てきた。マジで。あ、こう出てきてます、ね。コロ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 して。助かった。あ、ルーティン変えたからやっぱり。勝手なことしたあかん。ボールネジが完全におかしい。あ、いいね、これフェアウェイ真ん中だ。いいんじゃね。オッケー。はい、気に当たって出てきてラッキーですが、ライがクソ悪いと。うわ、これは厳しい、厳しいライでございます。あ、こういう時はお得意のこれで。ちょっと、これしかないよ。無理はできないよ。腕がガチーなってる、ガチーなってるわ。無理すると傷口広げるぞ。飛ばなくていいぞ。
なんとかフェアウェイに帰ったか。じゃあショートしないように。ちょっと水かめに持って、まず力抜いて、あーちょっと右出ちゃったな。うん、ナイスオン言うてるから右足に乗ったけどな。チーマーズイム、何バディパット、いやパーパット、意外と難しい距離だ。上り上り。これまっすぐや。お、投げた時はもうまっすぐ行けね。こっちはフックするな。下りでまっすぐ飛んでったんで、まあ、ほぼまっすぐ。うわ、なんでフック？そっから。それより距離が全然足りとらんから。そんな問題じゃない。そんな問題じゃないか。ショートはどうしても入らない。むずいなぁ、しかし。ミッション、オーバー。強い。いやもういいのよ、オーバーすりゃ、うん、ショートはダメ。もうちょっとすら、そいつら、うまい、うまい、弱い、オッケー、もや、やっぱスライスするか、フックするように見えへん、こっちから見たら。そう思いました。の、いやもったいない。今右に打ち出しちゃった感じ。いやもうまっすぐないんです。え、切れるってこと。じゃあ切れましたね。ほんまかそれ。どう見てもフックに見えるけどな。カップを越えてからなのかな。やっちゃった。静かに送ります。ほんまや。ヤジコのゆとりや。やっぱり信じにかった。フックやと思って打っちゃった。スライスやった。わあ、そんなん。